一級スタッカートとフライングスタッカートですね。一級スタッカートは、やっぱり名人芸って言われてまして、ウィーニャスキーとかパガニーニとかそういう人たちが得意だったわけなんです。で、どういう、ものかというと、ミシンのように弓をパパ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 と使っていきます。ということから言うと、こういう意味ですよね。なんで、こういうのは一級スタッカートって言ったりします。で、やり方としては、私は本当におすすめするのは、一つずつ丁寧にやっていくことが大事だと思います。私本当この一級スタッカートはすごい苦手で、もう世界中のあらゆる音大の先生にどうやるんですかと聞いたところ、できる人たちはみんな、そんなの簡単じゃん、こうやるんだよ、って言われるだけで、コツを全然教えてくれないですね。なんですけど、何人かはやっぱり、コツを教えてくれました。まず、私がいいなと思ったのは、口でパパ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 って言う、っていうことです。どういうことかというと、口と弓というのはすごい連動していると。なんで、パパ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 っていうことで、頭の中でパパパパパって言いながら、パパ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 パあと他には、人差し指と、薬指をこう、つけて、それで、他の指を離して、もちろん親指をつけますよ。つけて、それで練習するとか、あとは、誰かにこう、手を止めてもらって、それで、タタ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 、こういう風に練習するとか、あとは、そうですね、鉛筆でこう叩きながら、タン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 っていう、こういう、この動きと一緒だから、ここで練習しなさい、タン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 そういう風に言われたりしてます。ですけど、私が思うのは、やっぱり一個ずつ丁寧にこう、一個ずつ、ちゃんと練習していくことが大事かなと思います。ゆっくり練習していけば最終的にはもうなんて言ってできるようになります。それでは次に、フライングスタッカートの話に行きたいと思います。フライングスタッカートは一級スタッカートとは違い、要は飛ばすフライングですからね。飛ばしながら、なんてやっていきます。大事なことは手首とか指で綺麗にこう弓を返していくことが大事です。こういう感じですね。こういう感じで返していくと。こういう感じですね。トン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 ト。フライングスタッカートの代表的な曲としてはあのメンデルスゾンのコンチェルトですね。三楽章ですね。でも長いフライングスタッカートありますよね。フライングスタッカートのその大事なことは、同じところでやっぱり回すってことが大事ですね。同じところでトントントン。これが大事です。さもないと、どん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 、元の方に行っちゃうよね。これがダメです。行っちゃうな。できるだけ同じところに行く。で、同じ球にいるためには、ちゃんと手首とか指で回転させて、それで同じところにいながら、ポン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 って。で、これも弓がちゃんと曲がってないと、こういう、汚い音になっちゃうんですね、これ。綺麗な音にするためには、少し手首をこう曲げて、ニャンとさせて、それで、トン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 ってやることになります。以上、一級スタッカートとフライングスタッカートでした。一級スタッカートの、曲として、そうですね、いろいろありますね。ウィーニャスキーのね、なんとか。あとは、サンサンスのね、ロンドカプリチオソンね。とか。あとは、そうですね。で、一級スタッカートはやっぱり左手がしっかりね、できてないと、やっぱりできるわけがないですよね。左手が難しいんで、だから最初はまず、左手は一級スタッカートなしで練習して、それから、
習してもらえば、一級スターカートはできるようになります。はい。そして一級スターカートと、フライングスターカートのですから結構ごちゃ混ぜに、使う場合もありますね。どういうことかというと、例えば、クライスラーの美しきロズマリーですね。それなんていうのは、例えば全部確かにフライングスターカートでなんてやっても構わないですけど、私は一級スターカートとフライングスターカートを混ぜてやります。最初一級スターカートで、最初は1級スターカートでフライングスターカートにするなんてやってる、うん、ここはスピーカーと、なんて言って1級スターカートとフライングスターカートを混ぜてやったりすると綺麗にいったりします。だからどっちかじゃなくちゃいけないと思わないで、もう一級スターカートも辛いっていう時はフライングスターカートに変えたりすると、うまく弾けたりしますね。どういうことかというと、例えばこうやって途中からできなくなったと思ったらフライングスターカートに切り替えたりするとごまかしたりできます。